ハロー YouTube!、えー、今日はですね、大、え、分、ー、空港からお送りしております。えー、別府温泉ぶっ,かけ、えー、ぶっかけフェス、皆さん来てください。2024。8月31日、9月1日、2ーレ y ズやります。今年は。もう第1弾アーティストもですね、発表しております。ボブフェス .jp で、ド o b f e s j p で検索してください。 とということで今日はですねちょっとツイッター X でですね盛り上がっているヘルメット装着問題について簡単にお話をしたいと思います。最近の調査でですねヘルメットの着用自転車へのヘルメットの着用努力義務化されたんですけれどもその努力義務化されたんですがなんと調査によればですね都内でのヘルメット装着率は9%に えー、たったの9%ということで、まあ、ほとんどの人たち9割以上の人たちががヘルメットしててないっていっう問題があります、えー、このことをですね、A、X 上で私がですね問題提起したところですね「髪型が崩れるから嫌だ」とか「ですねママチャリにあのスポーツ自転車用のヘルメットは似合わねえ」とかね「バカみたいなこと言ってんじゃねえよお前ら本当にさかっこ悪い」とか「お前の顔の方がかっこ悪いよ本当に」。 と、えー、といううことでですねもう服装とか顔とかかっこ悪いやつがですねヘルメットぐらいでかっこ悪くなるわけねえだろう、こにゃろうってう話なんですがもうね、<laughs> バカなんじゃねえかっていうただめんどくせえだけだろ、お前ら。ということであの僕、ですねあの中、えー、中学生、高校生とです八、ね、女市というところから久留米市というところまで片道1 0、えー、トル往復で2 0トル毎日ですね通学してました。 まあ毎日といっても日曜日は休みなんですけど当時というか今土日休みなのかもしれないですけど、えー、当時中高というのはですね、えー、土曜日は半どつってですね、午前中はですね、行かなければいけなかったんで週6日間、えー、冬休み、夏休みを除いてですね、毎日のように行ったのでも地球1周以上自転車で走っているぐらいの計算になるんですがもう本当に何回も事故りました。でこれ思 主な事故はですね車が飛び出してくるとかバイクが飛び出してくるとかそういった事故が多いんですでなのであの吹っ飛ばされて丸る1回転してですね頭から落ちるみたいなこともあったんでヘルメットしててよかったと思います本当に。あにヘルメットしてなかったら何回かですね頭の骨を折ったりとかもう下手したら死んでたかもしれないなと思うぐらい事故おりますえー、でこれママチャリだと事故んねえとかママチャリぐらいのスピードじゃ事故んねえとかって言ってんだけど別にバイクの,あの車の 自転車のですね、単独事故じゃなくて、車が突っ込んでくるとか、バイクが突っ込んでくるとか、そういうのが危ないんだよ。えー、ということで、で簡単に焦げてですね、運動神経悪いやつとか、本当に頭からいっちゃうんで、本当に死んじゃうんだよ。で、あの、前ね、俺もなんか、痛ましいニュースがあったんですけど、30歳ぐらいのなんか、OL がですね、あのドコモのね、あの、都内とかで借りれるあの、赤いレンタル自転車あるじゃないですか。あれで、 ウーバーイーツの配達やっててですね、こけてですね、こけたのが車にぶつかられたのか知りませんけれども、頭打って、なんか、死んじゃったらしいですようん。なんかね、本当に休み時間でですね、時給1000円とか1500円ぐらいを稼ぐために、小銭稼ぐためにあの、どこも自転車でお前、ヘルメットもせずに配達してて死んじゃったんだよ、お前。もうどうしようもないよね。ということで、あの努力義務化、もう本当、実質的に義務化みたいなもんですよ、本当に、やってください。 というのと、僕はねあの、電動キックボードがヘルメットなしで OK っていうのが、もう意味がわかんない、本当に。あんなのもっと車輪ちっちゃいんだからさ、こけるやつ続出ですよ、しかも、時速30キロぐらいまで出るんでしょで、車道走るんでしょ、やばいに決まってるよ、あんな,あんなデバイス、絶対、絶対ヘルメット義務化、再びヘルメット義務化すべきだ、本当に。どうしようもない、本当に。 とということであ,のあれもヘルメットギブ化というかヘル,ヘルメットしなくてよくなった運転免許も必要なくなったんでしょナンバーいらなくなったんでしょおかしいよ本当にあれはマジでロビー活動うまくいった例だと思うんでだけど俺は絶対あれヘルメットなしで乗りたくない怖くてあの俺も全然頭打つと思うもんあれちょっとでも運転ミスったら変ななんか探差とかあったらですね本当にワンチャン頭打って死ぬよ とということで電動キックボードを乗る時もしし俺はみん当悪いこと言わないあとスキーとスノボ特にスノボあのー、スノボも年間何人か死ぬんだよ逆エッジっての食らってあの本体エッジかかっちゃいけない反対側の方にエッジかかっちゃってバコンって行っちゃうんだよ後頭部から頭マジでバキって言われちゃうんでもう本当死ぬんでこれが急斜面じゃなくて緩斜面で起きるんですよ。 急斜面はこれ、こけた時のエネルギーが1エネルギーに変わるんで、だ運動エネルギーなんだけど最初は、それが落ちる分1エネルギーに変わるんで、落ちた分エネルギーがこう減ってくんで、ぶつかった時の衝撃がちょっと弱くなるんですよ。だから急斜面って致命的な事故ってなかなか起きづらいんですけど、怖いのは寒斜面なんですよ。寒斜面で逆エッチってよくあんのよ。 で、あのうまくなってもよくあるんだよ。で、頭からバコンっていっちゃって。脳震盪ぐらいで終わりはいいんだけど、本当死んじゃうことがよくあるんですよ。なので、本当注意してください。あの僕も、もう。絶対、あのスノーボーンと。 時はですねあのヘルメットかぶってるんですけども外国行ったらみんな外国人日本で滑ってるニセコとかで滑ってる外国人みんなヘルメットしてます日本人だけなんかよくわかんないけどニット帽とかかぶっちゃってお前ニット帽なんかでお前頭の毛が防げるかバカほんとに何かかっこ悪いとか言ってんだけど今のヘルメットかっこいいのあるから俺も頭でかくてここ貼ってんだけどさあのこの辺が何て言うんだっけこれ。 <laughs> あのこれ貼ってるんだけどこれに合ったヘルメットなんとか黒のちょっとかっこいえいつあの探し出してなんとか僕もヘルメットしてますサーりあリる時もアドベンチャーレースする時も僕全部ヘルメットしてます皆さん頭の怪我はマジで死ぬんであの注意してくださいこの間しかも僕医者の友達に聞いたんですけど頭怪我したら頭蓋骨を。 取って中の血種とかですね取ったりするんですけどあれ頭蓋骨割って取ったらもうその底の部分の頭蓋骨って死んじゃうんですってあれ血が通ってんですよ骨って中に骨髄っていうのがあったりするじゃないですかで頭蓋骨も血が通ってるんであれもう割って外した時点で死んじゃうんですよだからどうすんのって言ったらいやもうなんかその。 一旦もう殺しちゃうんですと組織をで中の,そのもう血とか全部取っちゃってあのもう骨だけにしてから中の部分の,その組織を全部取り除いてそうしないとなんか中途半端に死にかけのやつとか入れちゃうと腐った状態になっちゃって。 海が出たりとかしてもうチュル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 こう皮膚からですねこうドレーンっていうのつけてですね海を取らなきゃいけないようなあと感染症になったりとかやばい事態になるらしいんでまあ滅菌をして殺してまあ滅菌っていうのはだからそういった細菌だけじゃなくて人間の組織も全部殺しちゃって戻すんですってでもそれでも生着うまくしなかったら 3D プリンターであのなんだ生計外科医じゃなくてですね、あのー 形成外科ですかね形成外科医の人が 3D プリンターで何だっけえー、なんかあの骨と同じような成分あのー、の,あの骨と同じような成分のやつを 3D プリンティングしてその形にしてそれをパコッと入れるらしいんですよまあとにかくね頭の怪我はいろいろ致命的になったりするんでマジでヘルメットよろしくお願いしますいってらっしゃいどこも au ソフトバンクどれでもつながるポリエの Wi-Fi タイ韓国アルバニアどこでもつながるポリエの Wi-Fi ポリエの Wi-Fi でいってらっしゃい堀江エ高文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジン入ってみてください月額880円いってらっしゃい インターステラ・テクノロジーズでは、えー、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。